インディペンデンスは、アメリカ合衆国ケンタッキー州最北部、ケントン郡にある、第三東急都市である。コビントン市と共に、ケントン郡の郡庁所在地である。2010年国勢調査で、の人口は24,757人であり、州内第16位である。オハイオ州シンシナティ市の郊外にあり、シンシナティ、北、ケンタッキー大都市圏に属している。インディペンデンス市は、 北緯38度57分13秒整形84度32分49秒北緯38.95361度整形84.54694度38.95361-84.54694に位置しているアメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は16.8平方マイルであり このうち陸地16.8平方マイル、水域は0.0平方マイルで、水域率は0.06%である1837年、アイザック・エバレットによって、地域の郵便局がエバレッツ・クリークという名前で設立された。1838年、その名前をクルーズ・クリークと変えられ、1839年にはトマス・ホーダーンがバグビーと改名した。 1840年、キャンベル軍とブーン軍の一部を合わせて、ケントン軍が形成された。地元のオフジョン・マッカラムが、新しい軍の中心にある土地を、軍庁を置く場所として寄付し、キャンベル軍から、分離独立したことを祝して、インディペンデンスという町名が選ばれた。同年に郵便局も改名された。インディペンデンス急速に入職が進み、1842年には、 衆議会によって正式に法人化された。軍人口の大半はオハイオ川沿いに住んでいるので、インディペンデンスは人口の多いコビントン市と共に、軍庁所在地という位置づけを分け合うことになった。この状態は隣接するキャンベル郡でも中央にあるアレクサンドリア市と人口の多い川そばのニューポート市で分け合うことになった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ありがとうございます。